はい、どうもマロチーズ、よろしくお願いします。復活の F やっていきましょう。今回は予定では先発で出るとは思うんですよね。早速ね、日程進めていきましょうか。どうする、福岡お出かけ。そうね、人のマークあるし総合運動場行きましょうか。さあコメントでさ、前々回の、あ、ちょっと待ってね。あ、そっか、ソフトバンクの選手もいるのか。どうしよう、日ハムの選手と仲良くなっておくべきかな。市川選手、近藤選手、まあ、キャッチャーとは仲良くなっておくべきだろう。どっちが多いかな、市川選手、近藤、なんか近藤選手の方が多い気がする。仲良くなっておこうぜ。奇遇ですね、一緒に運動しましょう。よし、これで仲良くなった。黄金バッテリーだ。はちょっと待って、ちょっと待ってって、俺もしこれ俺が勝ったら大谷選手レギュラーから外されんのっていうことだよね。あの大谷選手の方がいいよ。何、大谷選手となの、あ、多分試合出れるのが先発っぽいよね。難易度パワフルです。大谷選手やってくことずれてっから。ちょっと待って、何をどうしたって藤村くんレギュラーにしない方がいいに決まってるじゃないか、そこは。ねえ、あ、藤村くん先発だ、頑張ってね。あ、大野選手ですね、キャッチャーは。大谷選手センターかっこいいね。よし、頑張ろう。盗塁されると思ったらウエストで外してみるのもいいと思います。ありがとうございます。牽制はしてたけどウエストで外したことはなかったもんね。福岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対争う相手違うだろう。4回戦の模様をお送りしてまいります。いや待って、すっげー微妙なんだけど。ファイターズの先発はルーキーの藤村、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。大谷選手はレギュラーが外されることになるのかな。よし頑張ろうぜ。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは木所、中田ストレイク、いきなり152キロ、投球これから2球目、高めボール球打った、取りました、よーし、ワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番本田、第9投げた、外角低めいっぱいストライク、まずは入れてきました、投げました膝元。これあれだよね、球数も気にしながら投げました。セーフティーバントだ、タイミングゲッチ、どうよどうよ、どう見た、超必死だから。第9投げました、もう投球これから2球目、ストレートは入んなかった、インローへカウンター2ボール、次は4球目、投げました、打ちました、痛烈、助けて助けて、そしておなじみのパフォーマンス、あつお、いやいいじゃないの、盛り上がるじゃないの。柳田選手ですか。第9投げました、まっすぐ見送ってストライク、いきなり151キロ、同じコースのシュート、シュートはボール、カウントはワンボールワンストライクです。アウトロー際どい球、ボールカウントはツーボールワンストライク、打った、センター前に出る、掴んでこれでスリーアウトになります。まあ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 、1点ぐらいしゃあねえよ。1対0、2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。まあどこまでいけるかが全く分かんないけど、あんまり気にしなくていいんじゃないか。投げた、初球空振り、いきなり151キロ、第2球投げた、打った、いい当たりだ、掴みました。まあリアルに考えるんだったらルーキー先発初登板でしょ、5回6回投げ切れば100点でしょう。全力でいくよ、もうスタミナなんて気にしなくていいから。投げた、決まった、ストライク、第3球を投げた、カーブ
ナーストライク。追い込んでから第4球をボール、わずかに外れました。カウント2ボール2ストライクです。痛烈な当たり、ヒット。中村、厳しいですね。見せました。バッターは7番長谷川。まずは1塁一応ないところで1塁タッチセーフ。ファーストランナーをちらっと見て第9球投げた。初球を打ちました。ライナー、これはヒット。うわー、ちょっと守備ちょっと待って。ごめん、なんか俺すげえ邪魔してる俺すげえ邪魔してるもの、テンパってるもの。第9投げました。ストレート見送ってストライク。藤村君頑張ろう。ボール、カウント1ボール1ストライク。投げました、打ちました。セカンド正面。よし、ファイターズなおもピンチが続きます。バッターは9番鶴岡。投げました、インローを見送ってストライク。まずは決めてきました。投げました、ボール、完全なボール球。カウント1ボール1ストライク。いいんじゃないの。4球を投げました、フォーク。よし、2回の裏が終わりました。とゼロをつけたいね。まずそこ目標にしよっか。トップバッターは木戸君が初球を打った。ヒット。全然抑えらんない。左バッターボックスには本田。第1打席はピッチャーフライに倒れています。投げた、初球を振ってきました。ピッチャーの左へ転がした、アウト。ランナー2塁に、絶対ゼロつける、絶対につける。ワンアウトランナー2塁に変わります。さっき外角の打たれてんだよね。セカンドランナーちらっと見た。シュート、外角低め、外してもいいよ。投げ高め、ボール、カウント1ボール1ストライク。うわー、ごめん、危ね、すいません。投球これから4球目、外れた、ボール、カウントは3ボール1ストライク。決まった、ストライク。ローボールか、ちょっと待てよ。まだ投げる素振りを見せません。サイニング攻めになります。打った、球打ち、あっとこぼした、ファール。ハルキどんまい、頑張ろうぜ、みんなで頑張ろうぜ。フルカウント、オッケーね、プッチ。絶対にゼロつけようね、絶対につけようね。シュートはフォー。さあ次の投球、ジャストミート、一塁送球。おー、走っちゃうんだな。セカンドゴロかファーストゴロかが分かんねえんだよな。お、なんか追いついたんじゃない。4回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。球数って見れないっけ、スタートで見れる。第1打席はレフトフライに倒れています。球数見れない。そっか。第9球、直球ストライク、アウトローへ。いきなり150キロ。投げた、ボール。カウント1ボール1ストライク。ストレート空振り。チップ。さあ4球目。インロー。フォークは外れてボール。カウント2ボール2。打ちました、いい当たり。抜けた。しゃないしゃないしゃない。内川、いいバッティングを見せました。さあ、バント。勝ち越しのランナーが出ました。投げた。初球から振ってきました。ピッチャーの右へ転がした。田中取ってアウト。ランナー二塁に進みました。ファイターズピンチを迎えます。初球カーブは空振り。タイミング合いません。合ってないね。投げた。ボール。これはわずかに外れています。カウントアンボールワンストライク。ナピッチ。第4球は空振り。よし。バッターは8番今宮。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げました。打った。やべ。ライトバックホーム。今宮、大丈夫大丈夫大丈夫、なんとかゼロつけっから。ピンチが続きます。第9投げました、初球に送ってストライク。とりあえず今の自分にできる全力しかないもんね。第2球投げました、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。完全なボール球。カウント1ボール2ストライク。投げました、どうよ。センター前進、オッケー。アウトチェンジ。ファイターズこの回2アウト1塁3塁の、とりあえず5回までいったな。1番からの攻撃、まあスタミナが A あるからね。2割4分8厘。流し打ち、どうだ。レアード
下がっていったすっげえ簡単に打たれちゃう。ヒドコロいいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。初球送りバント、ピッチャーへ転がした、田中取ってアウト、ランナー二塁に進みました。ファイターズピンチを迎えます。あっちょっと甘いコースが入れば勝ち越した、入った入った、ホームラン第17号ツーランホームラン、松田今日これが2本目のホームラン、厳しい4失点か。あつお素晴らしい、バッターは4番ナイバッチ、今日はセンターフライとセカンドゴロ、投げたインコース低め、やっべ強っ。第2球投げた変化球ストライク、インローへ少し迷ったか、投球は3球目投げた、3球目ストライク、お入った、追い込んでいます、ボールわずかながら外れています。カウント2ボール2ストライクです。アウトロー空振り三振、右のバッターボックスは5番内川、第9ストライク、膝元厳しいところ、まずは決めてきました、投げた打った痛烈な当たり、ヒットになります。苦しいですね内川、ナイスバッティングです。バッターは DH の中村、第9投げた見送ってストライクよ、第2球打ったボールまで振って飛んでいきます、取りました、大変スリーアウト、前半が終わりました。6回の裏これからホークスの攻撃に入ります。イニングはきちっと投げようね、投げよう、投げました流し打ち、わずかに三塁線切れました、ファン第2球投げました、アウトロー空振り、よし追い込みました、投げました1球外した、ボールカウント1ボール2ストライク、アウトコース空振り三振、まずは三振に切って取りました、第1球投げました見送ってストライク、第2球投げました見送ってボール、カウント1ボール1ストライク、投球はこれから3球目ストライク、伸びのあるストレート、第4球を投げた変化球、よし空振り三振、2者連続三振、第9投げた内角低め、もう第2球投げた直球ストライク、インローへ伸びのあるストレート、投げたボールわずかに外れました、カウントは2ボール1ストライク、打った1、2塁カウントで破った、絶対6回投げ切る、絶対投げ切るから、いいを見せました、バッターはトップに帰って気どころ、現在の打率は2割5分4厘、1球目空振りから直球見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ、第4球を投げた打ちました、また走っちゃった、田中うまくさばいています、よしスリーアウト、チェンジ、ヤフオクドームよりお伝えしています。ヒット10本も打たれてんのか、ファイターズ悔しい敗戦です、チェ、これ動画どうする、この感じでいったら短くなっちゃうね、かといって2試合もしたくねえしな、6回4失点か、6回投げたのはいいとしてもな、そうだね、被安打、甘い球投げるつもりはなくてもね、いっちゃうんだよな、いやもう少しじゃないっす争う相手変えてくんねえかな、斉藤佑樹選手がいいな斉藤佑樹選手やりたいな、休養しましょうか、いやーちょっとあれだな、ペースをつかめないな、あそっか、もうリリーフピッチャーとしての仕事はないのか、全然お出かけとかできなくなっちゃった、どんぐらいいったフォーク、変化球強化、あもうちょっとで4になるでしょ、行きたいところ早いね、久々見たらなんかがっつり進んでる感じがしたね、今日は七夕だ、いや七夕といえばあれでしょ、甲子園行けますようにでしょ、あれだね、日程のところに丸がついてんだね、お出かけじゃねえや、試合の時はどうする、これよし
福井先頭行こう。ちょっとさ、今回ここで終わっていいかな。短いか。ただその時々だよな。先発はリリーフとか野手の時は時間見て動画撮ってたけど、仮に1試合として年間何試合ぐらい出る？ 軽い25としようか。多いか。25としようか。まあ、今シーズンはまあ途中からの先発だからあれだけど、ってことは1年間終わらすのに25本になる計算でしょう。ざっくりと。1年間25だったら悪くないんだよね。本数的には。で、あと、うまくいけばずっと投げ続けるわけじゃん。まあ今回はね、6回4失点、被安打も多かったし、まあね、6回で変えられちゃったけども、このままペースでいってみましょうか。ただ全然お出かけとかできないんだよな。リリーフの方が楽しかったな。いろいろなんか遊べたな。リリーフの方が遊べるな。先発初めてやるからさ、まあとりあえず慣れようぜ。先発になれるかな。まあそのプレースタイルというか、その動画のスタイル、ちょっと先発で慣れようかなと思います。1日1本って感じですかね。で試合終わって、コメント読むなりお出かけするなりして遊んでっていう感じのリズムになるかな。ここに来て、どういう風に撮るかの模索に入ります。すいません。思ったよりなんかね、なんだろう、リズムが悪いな、先発で撮ると。コメント読んでいきますよ。吉井ピッチングコーチがファイターズの選手の投手みんなに言っていたことがあって、パーフェクトじゃなくてグッドでいいという言葉をかけていたそうです。そっちの方が無駄な力が抜けるということでした。それを分かってくれたのは大谷選手だけだったみたいです。なので間野さんもパーフェクトではなくグッドな投球をしていきましょう。分かった。明日からね、俺もすごいグッドな投球をするから、パーフェクトは求めないよ。だいたい無理だ。俺の実力じゃパーフェクトは無理だ。ベースカバーとかけまして飛行機の座席の値段と解きます。その心は。どちらもファーストに行くまで大変です。うまい。うまいね。高評価。整いました。ちょっとね、いきなり謎かけかな。整いました。飛行機とかけまして、今飛行機って話題が出たからね、飛行機とかけまして経験のない男と解きます。その心は。どちらも穴を探すでしょう。マノッチです。最低だね。マノッチさんがリアルに合コン行くとしたらどんな感じの挨拶しますか。いやもう決まったでしょ。はいどうもマノッチですでしょ。よろしくお願いしますでしょ。それしかないでしょ。それでいくよ。ちょっと待てよ。22番は来年から谷本さんがつける番号ですね。あ、そうなんだ。素晴らしい番号をいただきましたね、藤村くん。明けおめです。明けおめです。1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。
間野内さん、 WBC であとメジャーリーガー擁するアメリカ、ドミニカや最強軍団のベネズエラなどどうに侍ジャパン勝てると思いますか。勝てると期待してます。自分の左方向の打球はとりあえず一塁ベースに向かってダッシュします。そして一塁手が間に合いそうなら止まって、間に合わなそうなら全力でベースに突っ込みます。なるほど、じゃあ走ること自体は間違ってないんだ、走った後の判断ってことか。とりあえず走って、で行けそうなら行く、邪魔そうなら戻るぐらい。基本キャッチャーが後ろに行くんだもんね。そっか、難しいな。そこをね考えながらやってたら間に合わないしね。柳田パワフルでやったらチート級です。まあ、のちさんも気をつけてください。俺は松田選手にやられましたよ。2ホーマーです。1年間本当にお疲れ様でした。良いお年を。ありがとうございます。まあ、のちさんあるある、カーブはほとんどボール。俺なんかで見たんだな、なんかで見てボールって感じになってるのかな。うちの実家では中学生から麻雀を覚えさせられます。点数も込みで、いいな、面白そう。コメント読まれた、まのちありがとう、嬉しいよ。どういたしまして。なかなか大谷酷使されてますね。どう思う、大谷選手と争うこと。俺嫌なんだけど嫌なんだけど、何故にいきなりエースと争いさせられてんのかが分かんないもんな。間野内さんがシェフ大泉の料理で一番まずそうだと思う料理は何ですか。僕はワカサギの生き作りだと思います。それはもう間違いないね生だからね。なんだろうな、あのクリスマスパーティーの時のエビチリかな、今出てきたのは。食べてみたいのは、今日もパスタ、北極圏の時のやつ、フエルパスタ、あれは食べてみたいなと思います。マモスさん、自分も今年手術したりするなど大変な年でした。来年ともに健康でいられるように頑張りましょう。良いお年を。そっか、手術か、大変だよね、怖いよね。2回目の時はそんな怖さ感じなかったけど、1回目の時は本当にいろんなものにこう押しつぶされそうになったかな。ペナントとマイライフの題名がつながってる気がする。あ、つなげました。大晦日でしょう。あと、1月1日元旦のもつなげました。なんかタイトルとサムネイルを通してなんか挨拶するっていう形をちょっとやってみたって感じかな。間野内さん、午前4時って夜ですか、それとも朝ですか。起き続けてたら夜だよね。起きてからだったら朝だよね。なんだろう、俺、朝夜どっちですかっていう二択だったら、俺は夜かな。すげえ微妙な質問ね。すげえ難しい質問だね。ちょっと一番最後の質問これか。間野さんこんばんは。こんばんは。間野さんのお気に入りのセクシー女優さんの名前は何ですか。辻あずきです。もう引退してるけどね。はい、ということで、終わりましょうか。明日こそ頑張りましょう。なんとかね、先発ピッチャーとしての初勝利、もうちょっと失点はもう覚悟でいくしかないから、初勝利目指しましょう。頑張ります。そんじゃ、終わります。バイバイ。